ロゴ3は相手を意気消沈させる。守ることが不可能だからね。ダンクや身体能力ではなく、その3ポイントというスキルでバスケットを変えたステフィン・カリー。以前はショットクロックギリギリの状況以外では打つことなんて考えられなかったバットショットであるはずのロゴ3は、史上最高のシューターであるカリーの影響で今では警戒しなければならないように。それでも NBA ですら未だに見ることはレアなロゴ3。そんな中、現在女子バスケットボール界で毎試合のようにロゴからプルアップ3を決められる唯一の選手が話題になっています。ケイトリン・クラークはハーフコートに入ればもう彼女のレンジだと、あのステフィン・カリーが、そしてケビン・デュラントが今まで見たこともないと認めたほどの逸材。現在男女関係なくアメリカの大学バスケでベストシューターと言われているケイトリン・クラークは一体どれだけ圧倒的な選手なのでしょうか。バスケは三層、どうもバンバです。さあ今日は僕が一番好きな女子バスケットボールプレイヤー、アイオワ大学のケイトリン・クラークということでね、みんなすごくいいものがあってもう一回見たいけど、あの時の初めての感覚でね、記憶を一回なくしてみたいみたいなのあるじゃないですか。映画でも音楽でも何でも。で僕それバスケだと結構ステフィン・カリーなんですよね。でももうカリーはすごいからちょっと麻痺しちゃってる部分もあると思うんですけど、ケイトリンはね、初めてカリーが出てきた頃のあのヤバさを本当に女子バスケットプレイヤーとして体現してると思うんだよ。なんかもう信じられないビデオゲームを見てるような感覚。ということで今日はね、話題沸騰中のケイトリン・クラークの背番号を22番にちなんで2200いいねをね、この動画で達成したいと思います。では2002年1月22日ケイトリン・クラークはアイオワ州のウェストデモインに生まれました。男兄弟に囲まれたケイトリンは彼らの影響で5歳の頃にバスケを始めましたが、5歳からの女子チームを見つけることができず、小学校の男子バスケのコーチをしていた彼女の父はケイトリンを彼のチームに入れました。彼女がバスケを始めた頃のある試合で、相手チームにいた体が大きく荒々しいプレーをするいじめっ子のような男子選手にケイトリンは何度もディフェンスで狙われフィジカル負けしてしまい、ケイトリンの父親は彼女をベンチに戻しますが、ベンチに戻るとラフで体の大きい相手が当然怖かったのか泣き出したこともあった5歳の頃のケイトリン。しかし泣き止んだら試合に戻すと父親から伝えられたケイトリンはすぐに泣き止んで試合に戻り、なんと先ほどいじめられた男子に彼女は観客席の母親とおばあちゃんが目を合わせるほどのハードなブロックを決め、そのままコートに倒れたいじめっ子を上から見下すように立ち尽くしていたケイトリン。それからすぐに相手チームの保護者から女子を男子のトーナメントでプレーさせたらダメだとコーチである彼女の父親にはクレームが入るようになり、彼はその瞬間に2歳ほど年親を相手にしなければいけない男子のリーグでもケイトリンが特別なプレイヤーであることを知らされることに。男兄弟に囲まれ男子のチームでプレーしてきたケイトリンはステフィン・カリー、そしてケビン・デュラントを自身のプレースタイルに組み込んでおり、高校生の頃も圧倒的だった彼女を止めるために相手校の生徒たちから過大評価だというヤジを食らいますが、その試合でいきなりディープスリーを決め観客を黙らせます。ケイトリンはキャッチ&シュートはもちろん、プルアップでどこからでもジャンパーを決められる無限のレンジを持つプレイヤー、少しでもスペースを与えればシュートを決めてくるステフィン・カリーを守るようにフェイスガードで常にぴったりと疲れるケイトリンですが、ビハインド・ザ・バックからのプルアップやステップバックジャンパーなど広すぎるオフェンスのレパートリーを見せ得点を重ねていき、最終的にこの試合では42得点をスコア、ヘイターたちを黙らせました。これまでこのチャンネルでは同世代の女子バスケットボールプレイヤーであるペイジ・ベッカーズ、ヘイリー・バンリース、キャメロン・ブリンクを紹介してきましたが、ケイトリン・クラークは世代の顔である彼女たちをはるかに凌駕する女子バスケ界で圧倒的なプレイヤー。地元のアイオワ大学に進学したケイトリン・クラークは1年目から平均 26.6 得点、7.1 アシスト、3ポイント 40.6% を記録。その桁違いのシュートレンジで1年目から大学トッププレイヤーの一人に。しかしケイトリンと同世代のペイジ・ベッカーズはファーストチームオールアメリカに入ったものの、ケイトリンはセカンドチームに。アンダー16とアンダー19の時、チームメイトとして2回の金メダルにアメリカ代表を導いたペイジとケイトリン。ペイジ・ベッカーズはケイトリン以上の人気を誇り、大注目されて大学バスケにやってきたプレイヤー。ペイジのユーコンはこの年ナンバーワンシードの優勝候補筆頭チーム。ユーコンはペイジが一人で30点を取らなくても勝てるディープなチームである一方、ケイトリンのアイオワ大は彼女のワンマンチーム気味であり、この年2021年のマーチマッドネスでアイオワは5位シードながらケイトリンが一人で35得点を挙げ、4位のケンタッキー大学を倒し、スイート16に進むとペイジ・ベッカーズのユーコンと対戦。
ペイジ対ケイトリンという女子バスケ界でトップの人気と実力を誇る2人の直接対決は全米でも大きな注目を集め、この試合終始ユーコンが試合をリードする一方、第3クォーター終了時にケイトリンはブザービーターでのステップバック3を決め、ここから勢いに乗ったアイオワは第4クォーターには点差を1桁台に。しかしペイジは第4クォーターにアイオワを突き放す3を2連続で決め、この試合18得点9リバウンド8アシストとオールラウンドな活躍でチームに貢献し、ケイトリンは21得点をスコアするも徹底マークを受け抑えられてしまい、最後はペイジがケイトリンからオフェンスファウルを引き出し、ユーコンが20点差で大勝。大注目の試合を終えたライバルの2人ですが、最後には笑顔を見せるシーンもありました。大学1年目のシーズンはペイジに先を行かれたケイトリン、しかしケイトリンは大学3年目のシーズンに異次元のプレイヤーへと成長していきました。上位シードのインディアナ大学相手にブザービーターでの3を決め、アイオワを大逆転勝利に導いたケイトリン。彼女はこれまで超えられなかったスイート16の壁を突破していくと、エリート8でヘイリー・バンリスのいるルイビル大学と対戦。そしてこの試合でケイトリン・クラークは伝説を作りました。信じられない幅のステップバック、そしてクロスオーバーからのロゴ3など、彼女以外は打とうとすら考えないショットを次々と決めていき、この試合8本の3でルイビルを突き放していき、相手のヘイリー・バンリスからスティールを奪うなど完全に試合を支配し、バンリスもかなり熱くなってトラッシュトークを仕掛けますが、15点差がついてんだ黙ってろよとケイトリンも言い返すなど、ルイビル大学を相手にケイトリンはこの試合41得点10リバウンド12アシストのトリプルダブルを達成。そして彼女はマーチマッドネスの大舞台で男子でも女子でも40得点トリプルダブルを記録した史上初の大学選手に。ジョン・セナの You Can See Me のセレブレーションも炸裂。すさまじい快挙を成し遂げたケイトリンでしたが、12アシストでチームメイトが決めてくれたからと謙虚な姿勢を見せ、このシーズンは得点能力だけでなくアシスト能力でも全米1位の選手と評されるようになったケイトリンは、ついにファイナル4にまで進んでいき、アリーア・ボストンのいるサウスカロライナ大学との対戦となりますが、今シーズンサウスカロライナはなんと無敗での優勝を成し遂げようとする最強チームでしたが、ケイトリン・クラークを止められる選手はもう大学にはいないのかもしれません。無敗のチームのプレイヤーを打ってみろよとワイドオープンにし、インサイドを固めてスティールを奪い、アリーア・ボストンを相手にドライブからブロックのタイミングをずらしタフなフィニッシュを決めていき、この試合でも信じられないトランジションでの3や、大接戦となっていた最終第4クォーターに1-on-1から再びロゴ3を決めていき、第4クォーターに再び試合をテイクオーバーしたケイトリンはこの試合41得点8アシストとマーチマッドネスの歴史で史上初のバックトゥバックでの40得点ゲームで無敗のサウスカロライナを打ち破り、見事 NCAA のチャンピオンシップゲームへとチームを導いていきました。決勝の相手は LSU。 この試合でケイトリンは1クォーターだけで4本の3を決めていき、スクリーンを使ってわずかなスペースさえあればどこからでも3を決めていく能力はこの試合の解説からもフィクションのようだと言われるほどであり、まるでステフィン・カリーの MVP シーズンを見ているような、チャンピオンシップゲームでも彼女は圧倒的なナンバーワンプレイヤーでした。しかしアイオワは第3クォーターに20点差をつけられてしまい、苦しい状況に立たされますが、ケイトリンはプルアップ3で点差を縮めていき、ビハインドザバックからの3で点差を1桁に戻していきます。 LSU は総合力で勝るタフなチームですが、ケイトリンは第3クォーター残り3分の時点で NCAA のタイトルゲーム記録である7本の3を決めていきます。しかしこの第3クォーター残り1分にケイトリンは物議を醸すテクニカルファールを吹かれてしまいます。この判定はちょっとありえませんでした。選手にプレーさせてあげて審判と試合を見ている WNBA 選手からも多く声が上がるほど、この試合は両チームにとって審判の判定が試合の流れを不必要に大きく変えており、アイオワにとって最悪だったのがこれが試合中2度目のディレイオブザゲームだったため、ケイトリンの4つ目のパーソナルファールにファールトラブルに陥ったケイトリン、 LSU のエンジェルリースに You Can't See Me をやり返されたりなど、終始バチバチだったこの試合、ケイトリンは最終第4クォーターには8本目の3を決め、この試合を30得点で終えますが、
LSU に追いつくことはできず、優勝を逃してしまいました。 MOP に選ばれたのはエンジェル・リース。しかし誰がナンバーワンプレイヤーであったかは誰からも一目瞭然でした。ケイトリン・クラークはこのトーナメントで平均 31.8 得点を記録し、トーナメントでの総得点191点は男女ともにマーチマッドネスでの歴代最多得点、トーナメントでの総アシスト数でも大学女子バスケ史上最多であり、ケイトリンはチームはもちろん女子バスケットの未来が自分のプレーにかかっていることを自覚しているプレイヤーでした。It's gonna set in for me for quite some time. I want my legacy to be the impact that I can have on young kids and the people of the state of Iowa. And I hope I brought them a lot of joy this season. I understand we came up one win short, but I think we have a lot to be proud of and a lot to celebrate. I was just that young girl, so all you have to do is dream, and you can be in moments like this.あと一歩のところで優勝を逃し涙を流したケイトリンですが、彼女の言う通り、彼女はこの負けよりも誇るべきことがいっぱいあるはずです。今年の大学女子バスケ決勝はなんと2021年の NBA ファイナルよりも見られたという記録的なチャンピオンシップゲームとなり、ケイトリン・クラークはその型破りなプレースタイルで女子バスケが大注目されるきっかけをほぼ一人で作っていました。視聴者の皆さんは率直にケイトリンのプレーを見て何を感じましたか？ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。前回の審判判定裁定動画での MVP コメントはこちら、アンダーバーアンダーバースペースアンダーバーさん、なんだこりゃ、ドレイモンド、ワイズマン、ああいうシーンだ、交互行、ああじゃなくこっちに行くんだ、ワイズマン、うっす、審判ドレイモンド、テクニカル、あれ面白かったですね。ひどすぎたよね、本当に。もうイメージってあるんでしょうね、もうこいつは注意してよみたいな。懐かしい。コメントありがとうございます。最後まで見てくださりありがとうございました。このチャンネルはね、次は渡辺選手の18万人を目指して頑張っていますので、ぜひチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。